どうだね、体調の方は。元気ですわ。そうは思えないがね。今日も顔色が良くない。心配なのかね、パルチザンにいる仲間たちのことも。それとも君が考えているのは飛び立っていったあの艦のことかな。まあいい。来たまえ。今日は君を外へ連れて行ったね。外へ？ああ、僕は今日ある場所を視察せねばならない。そこに同行してもらいたい。私が逃げるかもとはお考えにならないのですか？お答えにならないんですね。もし逃げる気があるのなら、君ならこの建物からでもうまく逃げ出すことができる。違うかな？ほら、君だって同じだよ。僕の質問には答えてくれ。それに今日はどちらにしても同じだよ。これから僕たちが向かう場所は広大な砂漠の中央にあるのだからね。砂漠。これは製造プラントだ。ここではあるものを作っている。あるもの？見ればわかる。あなたたちは今のままでは飽き足らず、また新しい兵器を。誤解のないように、この工場の運営に関しては僕の本意ではない。この計画を推し進めているのは占領軍総司令官である火山総司令。僕は現場を任されたにすぎない。手を貸しているなら同じことです。新型戦車の試作機はもうすでに完成している。威力も証明済みだ。あそこに置かれているのは量産品の第1号機だが、私が見せたいのは戦車ではない。ここの施設には戦車を作っている労働者たちも。今日は製造ラインを停止しているので、今は地下の収容施設。地下収容施設。見たまえ。彼らあれは、そう、彼らは全て奴隷。すなわちあの戦車を作っているのは君と同じく捕虜にされた地球人たちだ。兵器工場か。
本当にこんなところに作り上げてるとはな。元防衛軍の採掘プラントを改良して使っているようです。情報では捕虜にされた人たちのうち500人ほどがここで働かされています。どうかね、様子は。まずまずですね。戦力は予想していたものとそう変わりません。あとはうまく潜入できるかと、退路を確実に確保できるかにかかっていますね。我々の精鋭も減ってしまっているしな。こんな服を着ちゃいるが、実際の空間騎兵隊生き残りはたったの2名。この間君、君を入れてだが、さて寄せ集めの兵士で一体どこまでやれるか。大丈夫です。実戦が訓練代わりでみんな鍛えられていますからね。みんなもう一人前の空間騎兵と言ってもおかしくありませんよ。それに俺よりも優秀な指揮官もいますしね。そうだろ、北野隊長。よしてくださいよ、からかうのは。実戦じゃこのおさんには到底かなわないんですから。そういえば参謀長、参謀長こそ大丈夫なんですか。もう心配するな。まあ現役を退いて久しいが、ともかく新人だと思って命令してくれ。足手まといにはならんつもりだ。何分人手が足りん。長官はパルチザンの全体指揮で忙しいし、私一人が本部でノーノーとしておっても始まるまい。上等です。足手まといになるようなら置き去りにしますぜ。お手柔らかに頼むよ。さて、ここでは我々パルチザンを討伐するための新型戦車を作っているという情報が入っています。非常に強力なもので。地球を沈黙させる戦車を同じ地球人が作らされているわけか。それに奴隷になっている人たちが逃げ出そうとしても、この砂漠では到底生きて都市部まではたどり着けないしな。クソ、胸が悪くなってくるぜ。でも周囲から隔離されているおかげで警備が比較的薄いですからね。敵はこっちの情報も舐めているのか、我々がここを嗅ぎ出したことに気づいていません。そういえばこの情報はどこから。あの子か。いえ、別の情報源からです。あの人、白い花はあの一件以来ずっと沈黙しています。無事だといいんですが。俺がくたばる前にもう一目会いたいところだしな。くたばるなんて縁起の悪いこと言いこなしですよ。さあ行きましょう。